やばい、バレるバレる、プレイヤーが、プレイヤーが来る、プレイヤーがいますね、前にいるね。皆さんこんにちは。モダンコンバット4の動画を撮っていきますけども、いつものアップバンクチームの対戦じゃなくてですね、唐突にゲストが、ほら自己紹介して、自己紹介を簡単に、コーチのイケメンこと中田幸です、よろしくお願いします。はぁ、うん、まあ皆さんそんな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 コーチのやつらな。はい、何をしに、アップバンクに企業訪問、企業訪問、まあ、企業訪問されるような企業ではないですけれども、はい。というわけで、なんか唐突にですね、モダンコンバット俺もやっているぞということで、戦わせろと。お前ら、お前らぶっ潰してやんぞ。ぶっ潰してやるぞと。マックスまでぶっ潰してやんぞって。言ってた、言ってた。で、カゼンドが切れたんですよ。切れましたね。だったら、やってやるよ、つって。そんな感じで、いつものマップ、いつものルールじゃない、いつものマップでですね、戦います。しゃあ。いきますよ。私&カズエンド VS 高橋&コーチからですね、画面上ではプレイヤーです。いきます。さあ、行くぞ。よし、カズエンド行くぞ。頑張りましょう。頑張るぞ、絶対勝つぞ。左から行きましょう、プレイヤーさん。あの人たちね、広場に来ないんですよ。待て、プレイヤーさんがカズエンドさんを倒しました。おい、カズエンド、お前、お前何やらん、なんかあの人一人でガンガン攻めに行ってる。おお、早っ、やばいぞこいつ。あれだぞ、コンパクト使いだぞ。お、これおい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 な、おいカズエンド、私な、今リスタートした瞬間の画面にいて撃った。やばい、ちょっとちゃんとやんなきゃ。え、ぶっちゃけこれさっきの感じでもう分かったよ。え、高橋君よりもうまい。うまいんじゃないですか、マジで。いやいやいや、すごい。え、英国つけてんの。コンパクトに英国つけんの。全然何話してるか分かんない。なんか音邪式、こいつらやばいぞ、こいつらやばいぞ、カゼンド、はい、カゼンド、ただ、今2-2だな。チーム戦ですからね、これはね。一人が優れてもダメなんですよ。オトジャさんは英国すごい好きですよね。ファルとか、バリスタとかにもつけてましたよ。あ、バリスタはあれか、アイアンサイト。違います。バリスタはアイアンサイトがかっこいいとか言って。すごいよ。村井さん、ちょっと、どこにいるんですか。私もね、お前を探してる。プレイヤーさん強いですね。カズエンド頼む、プレイヤーさん強いぞ。僕まだ何にもしてない、あとついてこ。カズエンド、これやばいぞ、まだ、あとカズエンド、はい、相手は高校生だから決してリアルで殴るなよ。そうです、僕ならいいですけどね。手出るんでね。ああ俺俺、あ、ごめん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 、やばい、バレるバレる、プレイヤーが、プレイヤーが来る、プレイヤーがいますね、前にいるね。もう一人、多分カズエンドさんがいるか。おい、カズエンド、あカズエンド、やられた、やばい。あ、なんか撃ってる撃ってる、銃撃戦、銃撃戦、銃撃戦、皆さん、あ、皆さん、このプレイヤーさんめっちゃ強いぞ。これやばいぞ、カズエンド、カズエンド、やばい、太刀打ちできない。で、ね、村井さん、まずは冷静になりましょう。あー、あ、え、プレイヤーさんがやってくれた、ありがとうございます。僕のクソエイムのせいで。やばい、今気づいたよ、プレイヤーはミスディレクションが使う。あ、ほんと違う。ミスディレクションって言いたいだけですからね。だって私今高橋くんと打ち合いしてると思ったらプレイヤーさんにやられたよ。そうですよ。やべえ、いるのって、やべえ。ちょっとカズエンド頼むぞ、俺たちにはカズエンドがいる。
イモロ。いや、イモってダメですよ。なんでイモるんですか。これね、MP5 じゃないんですよ。これさ、正面にいます。あっ、すいません。モダンコンバットの MP5 はカゼンド。ナイス、多分ね、よくやった、ね、これ、なんだっけ、おいや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 、ちょっとプレイヤーさんの後ついてこ、プレイヤーさんの後ついてこ、カゼンド、カゼンド、助けて助けて助けて、無理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 、うっしゃー、うっしゃー、あ、やばい、プレイヤーが、どこだ、どこでやられた、中です、中です、その中です、あーこれあれです、また高橋投げ物に頼りすぎって書かれますね。プレイヤーさんめっちゃうまいじゃん。だってスコア出しましょうか、これ画面上に出ないのか。今ね12対5です。ダメだ、あ、出ない、画面上に出ない、カゼンドの、あ、カゼンド、そう、ナイスチームプレー、左ですマップの、やってるな。どうだよ。カゼンド、ちょっと今回の戦い、おいおい、今回の戦いちょっと負けられない戦いだな。これ僕何もしなくていいんじゃないですか。うん、高橋君もこっちに入れ。いやでも僕それじゃプレイヤーさんと戦えない。倒された。ちょっと後でプレイヤーさん対3対1、一回3対1やったよね。いや、カゼンド、いた、いた、いた、無理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 、死榴弾で、箱の中で死榴弾でやられたで、そう、そっちがその気だった。行くぞ、僕も行くぞ、投げ物だよ。で、リスポンどこかな。おい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 、マジだよ、プレイヤーさん、プレイヤーさん何を、チートかな、お前チーターか、違いますよ。ちょっとそういうことする人はアップバンクとはちょっと。カゼンド、はい、あと4分もある。長い長い、あー、なんでやねん。ちょっとチーターさんがどれ、チーターさんじゃねえや、プレイヤーさんがどれぐらい上手いか僕後ろから実況しますよ。ね、これコンパクト、覗いたか覗いてないかみたいなさ、覗きに防止いきましょう。お、そうだ、それ禁止だ。なんだよそのピーコックみたいなスーパーみたいな。やばい、プレイヤーさんを見失う。足が見つかるかな。さあ、なんか戦況は膠着しておりますよ。ただ圧倒的にこちらのチームが勝っている。ただいまですね、20対7。カゼンド、しゃあ、これがチームプレイです。皆さんどこいるんですか。すまん、私は持ってないぞ。走り続けているだけなのだが合わないのだ、お前たちに。ちょっとこれ、あ、なんかやばい、見つかったような空気、やばいやばいやばい、シビアに入りつけ、あれ。カゼンド、よかった、危ねえ今。結構ね、カゼンドさんと打ち合うと負けるんですよね。いけ、鉄飛行機、やばい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 、もう一人いるねえ、どうカゼンド、やばい、21はきついな。はぁ、これはいい勝負。
ただ圧倒的にこちらが マジで。さあ、カゼンだお前。アップね。本当に練習してんだな。なぜあれで打ち負けるのか。なぜですかね、プレイヤーさん。見てないから分かんないと思いますけど。親指に力込めてます。親指に。ああ。やばいやばい。叩きは取りますよ。アップね。カゼンの揺れた。エイムがクソエイムなんですよ。あと何秒、あと何秒、これ終わる音楽ですよね。あと30秒。よっしゃー、危なかったの今。シャッター。マックス村井は相手じゃない。何が、何が養分、養分、何が養分や。なんか高知の学生さんはちょっと怖いですね。お前ら土佐ガツオにしてやる。土佐ガツオ。あ、勝った。すごい。すごいなこれ。28-13、プレイヤーさん20キル。あ、いや、村井さん、あれ、何キルしまして、村井さん何キルしました。2。あ、よ、よ、よ。おい。ちょっと3-1やりたい、ね。これ3-1でやりましょう。3-1やろうよ。3-1どうやってやるの？リベンジしようぜ。プレイヤーにリベンジしようぜ、リベンジ。高橋、一回保存しようぜ、一回保存。あ、そうですね。じゃあちょっと、あまりにもプレイヤーさん強かったんで、この動画はこれで切ってですね、3-1でやってみたいと思います。皆さん、続きをお楽しみに。